こんにちは、切り絵作家の佐川彩乃です。今日はですね、切り方の第1回目をやっていこうと思います。まず基本的な切り方ですね。始めましょう。ではカッターの使い方、切り方その1ということで、直線の切り方をやっていこうと思います。これデザインカッターですね。よいしょ。デザインカッターは軽く鉛筆持ちをします。そして線を切っていくときに、よくこう木版画とかと消しゴムはんことかだと、ちょっとこう横から切ったりするんですけど、そうではなく、この面に対して垂直に刃を入れて切ります。でグッと入れて、この黒い紙と下絵と2枚貫いたなと思ったら、ずーっと、できるだけ離さない方がいいですね。で最後のところは、やっぱこの楽に持ってると結構こう刃が思うようなところよりもグッと入ってしまう時があるので、立てるとこう目に見えて自分の思うところで止まってるなっていう確認ができていいかもしれませんね。もう一回やってみますね。2枚貫いて楽に持ってスーッと切ります。そして最後はちょっと立てて終えます。はい、こんな感じで直線を切っていきます。ではもう一回切ってみます。マットに垂直に置いて、最初は2枚の紙をグッと貫いて、そのままスーッと切ってみます。で最後はちょっと立てて離します。はい、うまく切れましたね。こんな感じで直線を切っていきます。いかがでしたか？Twitter、Instagram、ぜひフォローお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとうございました。また次回。